いるもの取ってくるから外で待ってて。誤解誤解。汚いから恥ずかしくて見せられないとかじゃなくて。本とか書類とか、名園の主からもらってきた転籍とか、物で溢れててさ。びっしり天井まで積まれてるから、足の踏み場がないって意味。一回、資料を調べるのに夢中で鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ。カチーナが入ってきて大変な目にあったらしいんだよね。工房に入ったら速攻巨大な名園の主のウォーベンに驚いて、振り返ったら今度は鍛造図の本の山をひっくり返して、崩れてくる本を避けようとしたら今度は後ろの図面ケースにつまずいて転んだところに分厚い鍛造図の本がすっごい勢いで頭に落ちてきたんだってさ。なんとか。でも意識がぼんやりしてたみたいで、児玉の子の部族死に埋もれそうになってたよ。ちょうどうちが気づいて手遅れになる前に2階に引き上げたからよかったけど、あれからカチーナはうちに来るとき絶対中に入らないんだよね。シロネンは職人だもんな。オイラも工房の中は武器とか鎧とかでいっぱいなんだと思ってたぞ。でもそれなら工房っていうより図書館みたいだな。